スノーマンメグロレン、メメと過ごす癒しの一日撮影でプロ意識見せるグループ個人で過ごす時間の違いも語る。モデルプレス2024-06-24スノーマンのメグロレンが7月3日発売の雑誌アンアンマラジンハウス2404号の表紙に登場。メメと過ごす癒しの一日をテーマに癒しの世界を表現している。メグロレン、 1> 約一年ぶり、あんあん、表紙登場今回の特集テーマは、癒し。世話しない日常の中、心を緩めたり、体をいたわったり、癒されるための様々なことものを紹介する、癒しの行動学2024だ。表紙グラビアには、7月1日にスタートする月球ドラマ、海の始まり、富士テレビ系、で主演を務めるメグロが約一年ぶりに登場。 めめと過ごす癒しの一日をテーマに撮影が行われた。まばゆい夏の光が似合うメグロ。自然体の包容力と優しさに満ちたオーラと表情は、まさに癒しそのもの。見るだけで笑顔になれる、癒しグラビア、となっている。メグロ連、三つの癒しの世界、表現シチュエーションごとに表情変化今回、三つの癒しの世界をスタジオで撮影。一シチュエーション目は、 自然が大好きと公言しているメグロと二人でキャンプならではのアクティビティをスタジオにセット。そこで自由に動いてもらうと重たい道具も余裕な表情で軽々と運んだり、バーベキューご飯を楽しんだり、セットされたキャンプシチュエーションのアイテムを独自に楽しんでいた。そしてメグロの特技として知られるあの生き物釣り、風も、夏ならではのアクティビティを まるで隣で楽しんでいるかのような気分になれるカットとなっている。